お母さん、裏の小学校に桜を見に行こうよ。そう言って彼は私の手を引いて小学校正門横の大きな桜の木の下に連れて行ってくれました。お母さん、上を向いてごらん、桜だよ。うわあ、本当だ、綺麗だね。お母さん、手を出してごらん。私がこのように手を出しますと、彼はその時に風に乗って舞い降りてきた一枚の桜の花びらをパッと捕まえて、この手のひらの上に乗せてくれました。お母さん、桜だよ、触ってごらん。そんな春の情景が忘れられず、いつかこれを歌にして歌ってみたい、そう思っていました。そしてできたのがこの曲です。それでは聴いてください。桜舞。繋いだ手と